肉の味見えてるよ。めっちゃシュワシュワしてる。5人揃っちゃってるやつ。あーしゃー、ちょっと頑張った。すごいすごいすごい、カモカモ。今日は機械戦隊ゼンカイジャーの生活の中で使えるアイテムをたくさん紹介します。そして今回もですね、特撮大好きなスペシャルゲスト、おじおずぼうの篠宮さんにお越しいただいてます。どうも、特撮大好きおじおずぼうの篠宮です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、で今回はですね、ここにずらっと並んでるんですけれども、入浴剤だったり、こう絆創膏などの生活の中で使えるアイテムをたくさん紹介するんですけれども、そしてこのアイテムを買うと、スーパーフーロータイムシリーズキャンペーンに応募できるんですよ。違います違います、スーパーフーロータイムですね。あ、すいません、失礼しました、はい、ちょっと僕が言い直してください。スーパーフーロータイムシリーズキャンペーンに応募ができます。応募券5点分を集めるとオリジナルバスタオルが当たっちゃうんです。すごい、オリジナルバスタオル。で今回はですね、その中のビックな卵、機械戦隊ゼンカイジャーフロアクション入浴剤と、救急絆創膏機械戦隊ゼンカイジャー、この2商品を紹介していきたいと思います。何回もこれ風呂入れてます。私まだやったことないので、これ開けてこの卵の外にですね、ビニールがあるんですよ。このビニールを剥がすときはテンション上がるんですよ。そしてフィギュアが出てきたとき嬉しいんです。ちょっとめちゃくちゃ楽しみですね。これ楽しみ。そしてですね、機械戦隊ゼンカイジャーも1話終わりましたけど、ねえ、どうでしたか。いや、もう予想をはるかに超える興奮具合で最高でございます。よかったですよね。こんな1話終了後に紹介できるということで、私たちもすごくテンションが上がっています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速やっていこう。バンマニー、ちょっと開けてみます。わー、楽しみ。何が出るか楽しみでございます。開けると、おーっと、綺麗なオレンジ、オレンジ、オレンジ。そしてビニールがまとわりついてる、これを剥がします。綺麗なオレンジ、何が出るかな。入れちゃうよ。どうぞ。よっしゃ、カモン。うわー、オレンジのいい香り。あ、見えてる。あ、見えてるよ。なんか銀のが見えてるよ。ピンクの味見えてるよ。え、まだ分かんない。マジールじゃないこれ。いや、まだ分かんない、まだ分かんない。出ましたー。うわー、マジーン。今日がね、ようできてるんですよ。そして、おっきい。動くね。あ、すごい。本当だ、動きますね。動くね、これ。足も曲がる。おい、マジーン。はい、私も挑戦しようと思うんですが、2個入れちゃいます。やっぱ、ゼンカイザー見たいですよね。ゼンカイザー確かに見たい。うわー、出てきました。1個目入れちゃいます。ポチャン。でもやっぱり、はい、母ちゃんを納得させられる要因として、はい、やっぱ入浴剤が、はい、あ、確かに。おもちゃ工程じゃないのよ。そうですよね、入浴剤工程だから。すごい、めっちゃシュワシュワしてる。いいですね、これ。あ、見てる、あれ、なんか見てる、なんか1個、どっか行った。あ、1個いた。あ、これはこれはこれはブルーンですね。これはブルーンですよ。あ、もう一回いた、いた、いた、浮いてきてた。あ、待って、待って、待って、ゼンカイザーだ。ゼンカイザーだ、出てきました。来た、ゼンカイザー。そしてブルーンも出ましたよ。バンマニ、はい、というわけでございまして、マスコット揃いました。ありがとうございます。出てきました。このね、二頭身、はい、二頭身好きな人いるんですよ。このサイズ感めちゃくちゃいいです。かわいい。そう、しかもこれのすごいところがですよ、はい、手のところがですね、ちゃんとこうやってこうなってるんですよ。こうなってるってこと、つまりですよ、はい、つまりガシッ、手を組むことができるんです。うわー、なんか絆が生まれます、ね、いい見たい。ちなみにですね、このビックラ卵から出てくるゼンカイジャーの、はい、マスコットのラインナップはこちらでございます。はい、ゼンカイザー、はい、そしてゼンカイジュラン、ゼンカイガオン、ゼンカイマジーヌ、ゼンカイブルーと、しっかり揃えられるようになっております。なるほど、うん、で、これ中身はね、ランダムになっているので、はい、そこが一番醍醐味なの。何が出てくるかが一番楽しみなの。卵がシャーって溶けて、あ、何色、何色、あー、お、なんか金の、金の尖ってる見えろ、どっち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 、金の、あ、全開だみたいな、なんだろうって出てくるまでの楽しみもありますもんね。そう、希望を言うならば5体揃えたい。そうですね、ぜひ皆さん5体揃えるまで出していただければと思います。バンマニ、続いては救急絆創膏機械戦隊全開ジャーでございます。絆創膏みんな大好き、
大好きです。うちの子とかはもう怪我してなくても巻く。あー、もうかっこいいから。確かにこれやっぱね、絵柄がね、うん、楽しいんですよ。あ、いろんな組み合わせがある。ガオンゼンカイザー、あー、かっこいい。これゼンカイザー、そしてジュランガオン、ゼンカイザーとブルーマズイール。おお、あー、来た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 。どっち貼るこれで。前回ジュラン、前回マジーヌか、前回ブルーン、前回ガオン。あーたー、これは貼りにくい。うわー、横前回ザー、縦前回ザー。あー、もっとダメだこれ。5人揃っちゃってるやつ。あーちゃー。うわー、ドラマの展開としてはね、ジュランと前回ザーがどう絡んでくんやっちゅう、そこ見たいところではありますよね。で、これすごいのが、はい、これだけに終わらずなんです。え、この柄がかっこいいのはもうね、言わずもがなで、さらにすごい機能がついてるんですよ。え、そんな、そ、はい、他に付けられます？このパッケージの上のところを見ていただくと書いてるんですけども、はいはいはい、スマホをかざすとなんとキャラと音が飛び出ると。専用のアプリをですね、ダウンロードしていただきまして、はい、でスマホでこの絆創膏を読み取るんですね、はいはい、そしたらなんと全会社が飛び出てくるんですよ。そんな機能までついてるんです。めっちゃ楽しそう。楽しそうよね。やりたいです。やろう。じゃあちょっと、はい、絆創膏をこのアプリで読み込んでいきましょう。はい、絆創膏の上にこれをこうかざすと、おはい、ほら、おスロットが回った。お、すごいすごいすごい、はい、カモンカモン、はい、全開だ全開だ、当たった、よっしゃー、すごい。当たると、はいはい、お、よく頑張ったな、君はヒーローだ。あー、セリフまでいただける感じなんですね。セリフいただける。うーん、かっこいい柄とともに。ねえ、ちょっとヒーローになれた気持ちになりますね。いいね。もう一回やってください。もう一回やってみよう。はい。よいしょ。うわ、すごいな。カモン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 。うわー。カモン。よいしょ、全体で。やった、また当たった。すごい。カモヤさん持ってる。イエーイ。あ、一緒にヒーローになる。あ、このあれだ。絆創膏のデザイン。はいはい、絵柄と一緒になんかこうメッセージも乗っかって出てくる。じゃあそれぞれ違ってくるのかな。それぞれ違ってくるかも。すごい。バンマニ、今日はですね、機械戦隊ゼンカイジャーの入浴剤、そして絆創膏をご紹介させていただきました。えい、どうでしたか、モニちゃん。すごい進化してるんですね。進化してるんだね。絆創膏を携帯でこう AR で読み込むみたいな、うん、そういうの、あの発想がなかったので、絆創膏にそんな仕掛けがっていうの驚き。そうそうそう。そしてこの入浴剤、めちゃくちゃ楽しいですね。このフィギュアもね、うん、進化してんのよ、昔から比べると。あ、そうなんですね。より楽しんでもらうとね、こうやって稼働させたりとかっていう、こう工夫をね、されてる。そうなんですね。素晴らしいです。いや、好きなポーズで飾らせたりするのもいいですしね。あと、この出たてのね、こうフィギュアをね、お風呂場に並べるのがいいんですよ。あー、なるほど。わ、最初から裸のフィギュアをね、お風呂持ってったら、はい、お母さんに怒られるんですよ。この中に入ってると、ちゃんとね、言い訳できるんです。いや、この中に入ってるからお風呂場で飾らせてくださいっていう言い訳ができる。さあ、そしてですね、現在、はい、スーパーフードタイムシリーズキャンペーンを実施中でございます。さあ、こちらのですね、対象商品を買っていただきまして、5点貯めて応募していただくと、毎月100名様にですね、こちらのなんと、はい、バースター。うわー、かっこいい。こちらが当たります。うわ、このタオルのデザインめちゃくちゃかっこいいですね。この5人の並び最高ですね。ちゃんとスーパーフードタイム。ここがやっぱり、ね、嬉しいですよね。スーパーフードタイム。ちなみにですね、ビックラ卵は1点、そしてそれ以外の対象商品は2点と点数が違うものもありますので、点数を集めて応募していただければなと思います。キャンペーンの応募締め切りは、うん、来年2022年の4月30日までです。さあ、これらのアイテムはですね、全国のスーパー、そしてドラッグストアの日用品売り場、また玩具店でも販売しております。皆さんぜひチェックしてみてください。機械戦隊ゼンカイジャーはテレビ朝日系で毎週日曜日の午前9時30分から放送中でございます。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ワンダースクールで現在バンバンのコンテストを開催中。詳しくはワンダースクールをチェックしてね。みんなの投稿待ってるよー。